えー、それではお待たせいたしました。時間になりましたので、ただいまから地方創生レファレンス対象最終審査受賞発表を開催いたします。私は本日の司会を務めさせていただきます、高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、主催者を代表いたしまして、 地方創生レファレンス大賞準備委員会委員長の糸賀勝るよりご挨拶を申し上げます皆さん、おはようございます,います、えー。地方創生レファレンス大賞のこの審査のフォーラムに皆さん、ようこそお集まりいただきました。ありがとうございます 今も紹介ございましたようにこの地方創生レファレンス大賞の準備委員会委員長を務めております慶応義塾大学の伊藤川でございます主催者を代表して皆様に一言ご挨拶申し上げたいと思いますこの準備委員会ということでこの地方創生レファレンス今後正式な委員会として来年度以降毎年のように こういう優れたレファレンスの事例を表彰していくという意向を持っております。で今年度はその準備ということで、えーまあ、どういうことができるのか、関係者が集まりまして、いろいろと検討した結果あ、優れたこのレファレンスの事例を集めて、その中で、優れたものに対して賞を与えるということで、発足をいたしました。 えー、このところ皆さんご存知のように何かと図書館が話題に上るあるいはマスコミで取り上げることが多くございます、えー、カフェを備えた図書館がいろいろとできたりう、まあ、具体的に申し上げるとなんかこの今裏番組でちょうど別のフォーラム会場でやっておりますのであんまり宣伝はしたくないんですけれどもあるいはあのー 国立国会図書館の納本をめぐりまして、えー、なかなか風変わりな本が納本されていた代償金がそれで支払われたというようなことも、ずいぶん新聞だとかテレビでも取り上げられております、その他にもいろいろとこの図書館をめぐる話題に事欠か,かないんでありますが、なぜかこの図書館で秘書の方々が、多くの方々がこの専門性を示すものとして、レファレンスサービスを上げるんですけれども、 おテレビや新聞であまりこのレファレンスのことが残念ながら取り上げられないということもありましてこのお図書館で提供されているレファレンスサービスをもう少し一般の、まあ、市民の方といいますか国民の方々に知っていただこうとでレファレンスサービスというもののいわゆる可視化見える化を図っていこう折しも国はあこの地方創生ということで地方の掘り起こし地方の活性化ということに力を入れております 図書館がまさに地域の活性化、まちづくりと関わるレファレンスの事例を実はたくさん多く実践してきているのもまた事実であります。そのことを一人でも多くの図書館の利用者の方々に知っていただき、図書館もこの地域づくりに大きく関わるんだということを示していこうという趣旨であります。ぜひ会場のの皆さんも今日の優れた事例 今回、予備の審査を通じまして、準備委員会として公募しましたところ、全国から34件の応募がございました。そのの中から準備委員会の方で書類選考して9件 さらに最終的に今日お集まりの審査委員会の方々に書類審査をしていただいて今日この会場で発表していただく三件が選ばれております、えー、会場の皆さんも一緒にこの三件のプレゼンを聞いた上で えー、日本の図書館が地域とどのように関わろうとしているのかあこれからそれぞれの図書館でどういうふうな方向でこのレファレンスサービスの発展充実を図っていくのかその糸口のようなものを見出していただければというふうに思います、えー、そのことを会場の皆さんにご報告と同時にお願いをいたしまして主催者側の挨拶とさせていただきます、えー、1時間半のフォーラムですけれどもどうぞよろしくお願いいたします ありがとうございました <coughs> 続きまして本日最終審査を行っていただきます審査委員会の皆様をご紹介いたしますはじめに審査委員長の大串夏美様でございます続きまして審査委員の皆様をご紹介いたします ハフィントンポスト記者の伊賀谷千佳様でございます。次に、先ほどご挨拶申し上げました、糸が勝る準備委員会委員長でございます。次に、本事業にご協賛いただいております、公益財団法人図書館振興財団の常務理事、木下勝義様でございます。 次に、図書館総合展運営委員会委員長の佐藤清様でございます。<手>次に、国立大学法人電気通信大学特任教授で、ビジネス支援図書館推進協議会会長の竹内俊明様でございます。 次に、文部科学省障害学習政策局社会教育課長の谷合俊一様でございます。次に、公益社団法人日本図書館協会理事で、小郡市立図書館長の長年和則様でございます。以上でございます。 続きまして最終審査に入ります前に審査にあたっての注意事項を申し上げますまずプレゼンテーションの時間につきましては1組あたり10分となっておりますので厳守していただきますようお願いいたします仮に10分を超えた場合には発表途中であっても私の方から中止させていただきますのでご協力をよろしくお願いいたします 発表の後に5分間の質疑応答の時間を設けておりますが、お時間も限られておりますことから、質問は審査委員会の皆様からのみとさせていただきます。どうぞご了承ください。それでは早速最終審査のためのプレゼンテーションを実施いたします。最初の発表者は、株式会社ワイズリーディング代表取締役の 中山義春様でございます。応募事例のテーマ名は遠隔画像診断事業立ち上げ時の課題解決です。どうぞよろしくお願い致します。よろしくお願いします。皆さんどうぞよろしくお願いします。あのよろしくお願いします。あの大変素晴らしい、えー、リファレンス体。 の最終選考に残ししてていただきましてどうもありがとうございます。また、のこの回、一投一発目というふうなことを今お聞きしまして、大変緊張してますが、精いっぱい頑張っていきたいと思います。私のテーマは、遠隔画像診断事業、立ち上げ時の課題解決ということで、お話しさせていただきます。あの私はあの放射線科の医師をしておりまして、まあ、20年間、熊本の地域医療に携わってきておりますが、あの地方には、地域で非常に課題があるんですね。あの まあ人口減少、過疎化、少子高齢化というふうなことがあの叫ばれておりますが、私の分野でもあの石不足というのはこれ非常に深刻な問題がありまして、大変困惑困っている地方というのもございます。私が住む熊本県におきましても、えー、放射線海というのはですね非常に少ないです。多くは熊本都市圏に住んでおります。で地域間での 地方と都市部との意思の偏在がありましてそこでは医療の質の格差ですねここは画像に関してもこれは深刻な問題があるというのが現状としてございましたでなんとかそういうふうなものに自分のがあの挑戦できないかなということで2007年に株式会社を立ち上げましたこれは遠隔画像診断というふうな仕事を行う会社ですえー 変革画像診断でどういうふうなことかと簡単に申しますと、これは CT 画像ですね。これが医療画像です。で、右の方と左の方、これ2名の方を見せてるわけなんですが、右の方、これ影がこうあるわけですね。この方は、実はこれ肺炎なんです。で、若い方でこれ治療して、えー、無事退院されました。1週間、2週間の入院で終わった。左の方はですね、60代の方で、この方は、 あの元気にして入院されたんですが実はこれはがんです全く似てるんですがこれだけ病気というのは違うわけなんですねこれが画像診断ですこれを診断するのは放射線科の専門医でありますこれが地方にいないんですねいないそう放射線科がいないところで病院があって検査機械があってそこで医療が行われているという現状が実はこの日本にもあるわけなんですこれ非常に大きな課題があると感じまして 私はそれをネットワークでですね、画像を送ってもらって診断して、レポートを開返しするような仕事を2007年に立ち上げました。これ、立ち上げ当初の写真なんですが、まあ、当時はですね、まあ、医者が会社作っても経営のノウハウとか全くわからないですので、もう,こうあの、う往さおをしながら、バイトの延長ですね、バイトの延長的にやってましたので、非常に経営に行き詰まって、こうどうやって次打開していったらいいかなというふうな悩んでた時期が2007年。 今から8年前であります。で、そういう時にですね、あの、熊本県立図書館でビジネス支援相談会が開催されて、レファレンスサービスが行われているという話を耳にしました。まあそこで、これはというふうなことで、まあ中小企業お金ないですので、そういうふうなコンサルタントのお話を伺うことも、もう簡単にはできない。じゃあちょっとこれ、これを活用しようということで、活用させていただきました。 その時の相談内容とレファレンスサービス相談会での回答がこういうふうなものであります。全く経営の初心者ですね。どういう本を読めばいいかさえ分わかりません。そういう時に師匠の方からおすすめの本を教えていただく。また遠隔画像診断やってみたけどどうなってるのということで国内の市場ですとか県内の診療科情報とかまあこういうふうな基礎となるような資料も一緒に教えていただきました。 で相談会が終わった後はやっぱりこう,こういう本も必要だねというふうな場合は、えー、司書の方と一緒に館内で参考になるようなあ図書を教えていただいたりとか、まあ、こういうふうな形で、えー、図書館のレファレンスサービスと関わったのがあこれが第一歩だったんですねこれおかげさまでですね大変あのいろんなことを学びましたビジネス上の,あの非常に重要なあ取り組みの仕方 あこういうふうな他者との連携の仕方こういうふうなものもそのレファレンスサービス相談会で教えていただきその時に遠隔画像診断センターを作ろうというふうな構想に至ったわけです。でえー、熊本大学 と大富士フイルムですね、ここにも当たって砕けろで話を持ちかけていって、じゃあ3社で山岳連携事業をやりましょうというふうな話で、初めて熊本の地場に密着した遠隔画像診断センターを作ることができたというわけです。でこれ、非常に大変ビジネスにです、ね、図書館というのは重要であるという認識しましたので、あの図書館との関わりを非常に強めていったわけなんですね。 で、これ、鳥取県立図書館さんが主催しました、夢を実現しました大賞で、これも、あの、せ越ながら応募させていただいて、見事、あの、漫画にしていただいたということですね。大変光栄なもので,であります。その後も、えー、ビジネス図書館をじゃあ、企業家の仲間で支えていこうよというか、作っていこうよということで、ビジネス支援図書館セミナーというのを、これを、ね、3年にわたって、こう、開催をしてきました。まあ、あの、こういうふうに、まあ、 企業の最初の立ち上げの相談、レファレンスサービスの活用から、あ地域でのこう起業家も含めて、えー、図書館を活用していこうと、こういうふうな流れになっていったわけなんですね。こう自然とこうなっていったわけです。で、社内部もおレファレンスサービスを積極的に活用するようになりました。で、うちのスタッフもですね、あのー、経営戦略会議みたいなものをやって、こう毎年ですね、図書館を活用して、図書館リレファレンスサービスをかけるわけなんですね。 こういうふうな国内市場調査とかこ死亡時画像診断の国内調査、調査、また交通事故調査、相談件数の調査。これはですね、あの、晴れてですね、レファレンスサービスを受けて新しい新規事業としてこう立ち上がってきました。レファレンスサービスが活用された事例です。で、 ま、おかげさまで、こういうふうな形で、まあ、あの、いろいろ、レファレンスサービス等を活用させていただきながら、あ今ではですね、あの、県内、あ国内20あ59病院、39名の放射線科医と連携しながら、地方を守る遠隔画像診断の会社を、の事業を運営しております。こういうふうに、あの、 設立当初から創業時のレファレンス活用、ビジネス支援図書館のセミナー開催、レファレンスサービスの活用です、ね、新規事業向けのレファレンスサービス活用、こういうふうなものを利用するとにつれて、まあ、メインである本事業、それから検診の事業が立ち上がってきたり、医療 IT ソリューションですね、医療のソフトウェア開発することで医療環境を改善する、こういうふうな事業も立ち上がってきました。で現在はですね 医療人工知能を開発しようとしております。これは大変なプロジェクトですが、こういうのでもぜひ積極的にリファレンスサービスを活用していきたいと思っております。おかげさまでですね、行政機関、あのいろんなものからあ評価を受けることができました。 であの経産省からは、全国の小中小企業の300社というふうなものにもです、ね、選んでいただきまして、まあ、私たちの地道な活動というふうなのがこう認められていただけたのかなと思って、大変喜んでいるところです。でまあ、地方創生ですね、まあ、あの遠隔画像診断、これは医療 IT 化の推進、これを推進していくことで、地域医療の課題解決にこれ役立つことができるんだなというのを実感しております。 で、レファレンスサービスを活用すると、この地方創生にも有効な手法になるんじゃないかなというふうなのを、今考えているところであります。地方創生はやはり中小企業が成長することが、これ必要不可欠なんですよね。ところが中小企業というのは資金力が乏しいですので、大きにお金をかけられないです。市場調査とかいろいろなものにお金というのは実はかけられないんですね。そういう中でもですね、そのビジネス図書館、ここはあの無料で地の財産、こういうものを活用する。 できる場があるということで、でさらにお金がないからには知を使ってですね、そして新しいものを生み出していくと、そういうふうなものが地方創生の中で、えー、中小企業にできがすべき役割じゃないかなと思っています。でそして既存の大きい大手が持ってないようなものを作って、こう新しいものを生み出していくと、そういうふうなイノベーションを起こしていくことが実は。 今後の社会においてとても重要なものではないかなというふうに考えております。まとめです。ビジネス支援図書館を活用してですね、遠隔画像診断ネットワークを熊本において立ち上げることができました。 まあ地域の課題、これを解決するためには、今後もですねこう積極的にやはりリファレンスサービスを活用して、また起業家仲間とか、ですね中小企業の皆さんにも、こういうふうなものがあるということをこう知っていただくと、そういうふうなことをですね広めていくべきではないかなというふうに考えております。ごごご清聴あありりががととうううざざいいままししたた中山様ども それでは審査委員会の皆様からご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。どうも電気推進大学の竹内です。ありがとうございました。あの。 えと熊本の県立図書館さんであのレファレンスを受けられたということですけれども、その初期の段階では、どのぐらいの,あのな、何回ぐらい通ってあの、ああいう結果が得られたわけでしょうかえと、まあ、ここ、まあ、最終的な形に至るまではです、ね、実にさまざまなあの、たくさんの回数を通っています。最初はあ中小企業のの診断士の 方が主催される、えー、図書館ビジネス図書館との連携した相談会があきっかけになりましてその後も頻繁にこうレファレンスサービスですとかそういうふうなものを受けていってであのビジネス支援セミナーをしようというふうなものに至りましては えー、当初はです、ね、月に1回ぐらいは起業家の方をこう2名ぐらい、毎回2名ぐらいお呼びしまして、そこでビジネスあの,のセミナーと図書館のこう活用法などをこう司書の方にもお話ししていただく、こういうのをやっぱりあの最初の頃はかなり繰り返しててやっておりますべて熊本県立図書館さんでそれを行ったわけですかそうですね、メインとなるのは熊本県立図書館さんでやらありがとうございます。 レファレンス以外に公共図書館をお使いになるということはないんですかね、これを契機に図書館の使い方ってこう広がっていったのか、やっぱりこういうご自身の仕事と関わるレファレンスでもっぱら図書館をお使いになるんですかあのやっぱりですね、えーまあ、私、会社を経営していますので、どうしてもこう活用がビジネス関係になってきますので。 ビジネスに関連するところというふうなのを積極的にこう活用させていただく。それは私個人じゃなくて、あの社員にですね、あの経営戦略会議というのを年に2回やってまして、そこで新しい何かこうやれること、挑戦できるものはないかというのをお題をかけて、でみんな調べるんですよね。そのときに積極的に図書館を活用しましょうということで、県立図書館だけじゃなくて、全国の 図書館に、い、至る所に、いろんなこう、リファレンスをかけて、活用をさせると。そういうのが、まあ、社内の風土的には、こう、根付いてきているというふうな、のが、現、現状です。はい、じゃあ、大串委員長、お願いいたします。えっと、ありがとうございました。ね、あの、えー、っと、一つはですね、えー、っと、最初に、こう、えー、っと。相談をされたときに。 あのまあ相談会ということですのでまあ積極的にあの図書館側も対応したと思うんですけども図書館ではどういうようなスタッフあの図書館員だけだったのかそれともあのビジネス関係のそういうそのえっと専門的な方も同席されたのかそれからあのえっとそれ以外の何かあの方もですねいらっしゃったのかとかそこれはですねあの相談会は中小企業診断士の方 がやっぱ専門的な知識とかいろんな人との人脈のつながりとかですねそういうふうなものを持たれている方とそれと図書館の司書の方と担当の方そういう方が一つのちょっとチームみたいな形になりましてでこういうふうな形の案件がありますという相談を受けた時にこうそれぞれの役割の中でサポートするような形で行っていただいたということです。 はい。それでは、あの質疑応答の時間は終了させていただきたいと思います。以上で、遠隔画像診断事業立ち上げ時の課題解決のプレゼンテーションを終了させていただきます。中山様どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次の発表者は、熊本新都心プラザ図書館副館長の川瀬優子様でございます。 はい。お待たせいたしました。それでは、川瀬様ご登壇の方、どうぞよろしくお願いいたします。えー、川瀬様あの応募事例のテーマでございますが、創業300年の老舗を日後野菜でブ,ロブランド化です。どうぞよろしくお願いいたします。 <laughs> 熊本新都心プラザ図書館の川瀬と申します後ろの方聞こえますでしょうかありがとうございます、えー、今回選んでいただいた3つの事例のうち図書館が私どもだけでしたのでちょっとドキドキしてるんですけれども、えー、後の2例は図書館を使っていただいたお客様ということであの 私たちとしてはと使っていただいてありがとうございますという立場なんですけれども、えー、熊本新都心プラザ図書館であの起きましたエファレンスの事例を報告させていただきます。えー、最初に熊本新都心プラザ図書館ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。えっ、ー、と三割ぐらいの方ですね。えー、熊本駅の、えー、もう本当に道路を隔てた。 真向かいにあります図書館ですが、えー、図書館だけではございませんで、2階に、えー、観光郷土情報センターと、えー、カフェがございます。で、3階と4階が図書館。でその4階の図書館の中にビジネス支援センターを併設しておりまして、えー、中小企業診断士とか、えー 行政書士司法書士そういった資格をお持ちの先生方が常駐をしているそういった施設でございます。今回ののの創業300年の老舗というのが というのがえっとふやうじすけさんという、えー、お店で皆様生ふってお聞きになったことございますか、うん、はいあのふおふはよくご存知かと思いますがそれを生で販売していらっしゃる、えー、企業さんで、えー、昔ながらの製法で 作っってらっしゃるんですけれどもなかなか、えー、昔ながらの経営方法をそのままあの継続してらっしゃったので、えー、実は売り上げが落ちてしまってまたあの、うん、皆さんの生活が変わってしまって和食をあまり食べないですとか仏、えー、事,事などの時に、えー、精進料理を食べるなどということが少なくなったということで。 駅前にある熊本新都心プラザを利用ししようとここのささんが思ってくださいましたもうここで私ども大成功なんですけれども先ほど申し上げましたようにプラザ図書館の4階にはビジネス支援センターがございますのでそちらで今申し上げましたような経営相談をなされました。 その時にご提案をさせていただいたのが、えー、熊本県ですとか市があの進めております熊本の特産品を使ったブランド化なんですね。でえー、特産品とかブランド化といいましても、えー、なかなかビジネス支援センターのものも即座に応えられるわけではございませんしこのお店の方も、えー、ブランド化って一体何だろうというところからの,あのスタートでございましたが。 施設の中にあります図書館の方で、えー、熊本の特産品とは、ブランド化とは、マーケティングとは、といったような形で、えー、どんどん資料のご提供を、えー、させていただきました。熊本の特産品、皆様何が思いつかれますか。まあ、ここに書いておりますけれども、バサシとかスイカとか、えー、最近長ナすなんてございますけれども、 実は熊本駅前春日地区というところには昔から春日ボーブラという野菜がございましてこれが肥後野菜ということであの認定をされている野菜でございます、えー、ではそれを使って生麩で何か作ることができないかということで、えー、今度は食材関係のレシピ本などを図書館の方でご提供をさせていただきましたただ作るといったところまででは何もあの お店としてはその次の展開がまたお困りになりますのでお店の上りをお作りになったり、えー、販売促進品,品ですねあのタオルなどの小物をお作りになる時にもあの図書館の方で写真の撮り方とか盛り付け方などの,あの資料をご提供させていただいております。 先ほど申し上げました二階に観光協同情報センターというところがございますので、そちらで試食会をあの行う機会も設けさせていただきました。その時のメニューも図書館の方の資料をお使いいただいてご提供をしております。まああの絵で表現しておりますが大盛況でございました。でこの時にもアンケートなどをお取りいただいて、えー、まあその次の展開へと お店の方はあの生かしていただいております試食会からほどなくしてですねあのお店の方に伺いますと、えー、店舗そのものへのお客様の数も急激に増えて、えー、お客様の来客数がゼロという日が全くなくなったというお話を聞いておりますし、えー そうか生麩というのは法事の時に使うことができるんだということがあの皆様に PR ができたということで法事の際の際ご注文も増えたと伺っております併せましてプラザの2階のカフェでは生麩を使ったパフェをあのご提供をさせていただいておりましてこちらはカフェのえシェフとあの考案しました。えー 生布のラスクもあの今後の展開としてお土産化ということを考えていらっしゃるようですがこれに関してもあの関東などへの進出をお考えのようでマーケティングなどの,あのデータのご提供を図書館の方でさせていただいているっていうのがあの今回の事例の流れでございますこちらが実際の生譜です。 一番手前が春日ボーブラを使ったものですね。と試食会の様子ですとか、えー、チラシですね。とこちらが参考文献になりますが、えー、地域の,あの問題を解決する時に何が一番役に立ったかといいますと実はこの一覧の一番下の方に書いております市が発行しておりますパンフレット類あとは行政資料そういったものなんですね。 あのそこを地道にあの図書館の方で、あの揃えておりましたので、あのすぐにご提供することが可能でございました。こちらがおかみさんです。とええ春日ボーブラというのはこのような形をしております。下はみかんですね、だいぶ大きなサイズでございます。とカフェのスタッフです。ビジネス支援センターのスタッフです。と図書館のスタッフです。 えー、プラザ図書館のスタッフ34名おりますので、まあ、あのこの写真をご覧になるとレファレンス担当かなと思いになるかもしれませんがたまたまあの早番で来ていたスタッフを写真に撮ってますでなんでこれを使ったかと申し上げますとプラザ図書館レファレンスカウンターございませんレファレンス担当もおりませんですのであのこの氏助さんからのご依頼をはじめとして、えー いろんなレファレンスどの場所でもどのスタッフでも受けてあのお答えをしているというような状況でございますお聞きいただきましてありがとうございました川瀬様どうもありがとうございましたそれでは審査委員会の皆様からご質問がございましたらよろしくお願いいたしますでは伊賀谷審査委員から あのえっと、すごくちょっとほっこりした発表ありがとうございます絵がすごい可愛らしくてあの、えっと、ちょっとお伺いしたいんですけどもあのビジネス支援センターがある複合施設ということなんですけども図書館とはどの程度その日常的な連携があってというのはあのこのケースが結構レアなケースなのかそれとも日常的にこういうことが行われているのかということをちょっと教えていただきたいなと思います。 ありがとうございます、えー、4階の図書館カウンターとビジネス支援センターのカウンターというのはあのアイコンタクトが取れるぐらいの距離です、えっと、私とそうですね糸戸川先生とまでは申し上げませんけれどもあのちょっと助けが欲しいなという時にふっと顔を見てお互いアイコンタクトを取れるような距離で仕事をしておりますので、えっと、日々 もうどんな小さな県でもあの連携は取れる状態でございますであの今回多分このレファレンス対象でこうやって結果をまとめて出すってなかなか図書館では難しかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ビジネス支援センターの方であのお客様とのつながりをずっと持ってえっ、ー、と。 最後の最後までというかまあ今も継続していっている案件ですのでこうやってまとめさせていただくことができたのかなと思います長年先生先によろしいでしょうかお願いいたします。 長門市です。どうぞよろしくお願いします。えー、っと、あのカフェの方と、まあ、あの、いろいろコラボをされて、大変、あの、ほっこりする事例なんですけども、これについては。 あのいろんなあの関わり方をされてああいった実例というかですね実現したと思うんですけれどもその中にあの、まあ、あの当然あのカフェのシェフさんとそれから生風のおかみさんの間だけじゃなくていろんな方が中に関わっていらっしゃると思うんですけれども、えー、図書館もその中に関わっていらっしゃったらなんかそこら辺のところを教えていただければと思います。図書館も、うんまあ、あのカフェ とは日常つながりがありまして図書館の方で、えー、と企画をしたものであのカフェメニューを作っていただくっていうようなものも年に何とかやっておりますのでもう日常的にあの何か、えー、こういったものがあるんですけどってご相談すると即座にこうメニューといったことで返ってくる関係ではございます。 まあ、この生まのラスク最後に申し上げたらこれに関してはもう図書館では。あの発想がつかないものですので。はい。まあ、あのマーケティングというかですね、そちらの方で、あのデータベースなどで、ご支援申し上げることになるかと思っております。はい、大口審査委員長お願いいたします。今のね、質問にちょっと補足なんですけども。あの、実はね、熊本のこちらの図書館っていうのは。 あの日常的に、えーとまあ、職員の方グループ作って日常的にそれぞれの,あの分野別の本棚で小さなテーマ展示をされてですねそれがあの1年間であの1グループ20個ぐらいやってるんですよそれで非常にたくさんの,あのテーマについてそれぞれこうおやりになって職員の方がとってもあの内容について本の内容についてご存知の方がたくさんいらっしゃるっていうのを育てらし育て,てらっしゃるんですよね。 で、こういう図書館はね。もう全国いろいろ歩き回ったんですけども。あの、やっぱりそのそれぞれの分野のえっ、ー、とコーナーだとか。ところで、そういう小テーマ展示を小さなでもやってるのはね。今井の図書館とかすごく限られてるんですよ。首都圏でもね。1カ所か2カ所しかないんですよ。だからそういった意味でね。こちらのあの図書館の職員の方のこう。受け答えがね。 あの私もちょっと質問したことあるんですけども非常に何て言うんですかね皆さんあのこうスムーズにといいますかあのよく資料のことをご存知でえと受け答えができるっていうねシステムをお作りになられてるんですよ。だからそういった意味でね今回もいろいろテーマがあってあのこの質問がこういくつかあるんですがブランド化に対する資料が欲しいとか特産品だとか。 それから販売作品だとかね、それからメニューだからそういったことに対してもあの皆さんでお答えできるようなそういうシステムをねあの図書館としてお作りになられてるんじゃないかと想像したわけですね。すその点はどうでしょううか。<laughs> そうですねまあ,あの最後に申し上げましたそのレファレンスカウンターがないということで。えー 誰にどんな質問が来るかい,いつ何時質問が来るかっていうのはもう、えー、予測つきませんからそれも個人個人がスキルアップして、えー、どんなお客様からのどんなご質問にもあの承知いたしましたとあの資料をご提供できるような状況は作っ ているつもりです。まだあの開館して4年のあの若い図書館ですので、えー、育っておりますとあの私が申し上げるのはおこがましいんですけれども、えー、ただここで皆様にあのスタッフのお顔を出すぐらいの自信はございます。<laughs> ありがとうございました。それではあの質問の時間以上とさせていただきたいと思います。 え以上で創業300年の老舗を日後野菜でブランド化のプレゼンテーションを終了させていただきます。川瀬様どうもありがとうございました。ありがとうございました。 それではお待たせいたしました次の発表者は鳥取市中心市街地活性化協議会タウンマネージャーの成木雄ひ様でございます応募事例のテーマは中心市街地活性化につながる図書館活用街中の人歴史再発見ですどうぞよろしくお願いいたします鳥取市中心市街地活性化協議会タウンマネージャーをしております成木雄と申します 私はあのユーザーとして本当にありがたく、あの鳥取県立図書館を利用させているだけなんですけれども、あのそれを事例としてこうやって評価していただいて、あのこういったあの発表の機会をいただいているということをありがたく思って、あの事例紹介をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えー、テーマとしまして、中心市街地活性化につながる図書館利用街中の人歴史再発見ということで発表をさせていただきます。 えと向こうの写真で黄緑色の服を着ているのが私ですとこの7月になるんですけれどもあの中心市街地活性化のために街歩きイベントをあの私たちの方で計画をしていました、えー、おぼろげにどういうことをしようかなっていうのはあったんですけれどもあの図書館に行けばあの資料があってあのより細かくあの企画を詰めれるかなと思って、えー、行ったのが最初です そこで質問をさせていただいたことを整理するとこの4点なんですけれども1つ目に小学校、社会学習や教育旅行に関する本はありますかということ2つ目に昔の地図や写真掲載された資料はありますかということ3つ目に町や暮らしの歴史がまとめられた地図や写真中心のビジュアルで分かりやすい本はありますかということ それから最後に4番目に災害の歴史を調べるのに研究論文を検索閲覧することはできますかということをお尋ねしました <laughs> その背景としましてはあの私の仕事はあの街中の活性化をするということが大きく、まあ、仕事としてあるんですけれどもそうして街を見渡した時にあの若者や子どもが街中に魅力を感じたり 楽しい思い出を作ったりする機会が減っているんじゃないかなと、まあ、これが特に問題じゃないかなと思いました。というのはあの私がまあ子どもの頃というのはまあ商店街にあの連れて行ってもらったりというとあのことはあったんですけれどもあの私の子どもの世代とか、まあ、今の高校生中学生はまあ郊外の大型店に行くことが多いということで、まあ、40代のお父さんに聞いてもまあそうだということを言われます。 まあそうするとあの大きくなった成長したときにじゃああのまあ愛着まあ町に愛着を感じていなければまあそこが例えば元気がないとかなったときにんとか立ち上がろうとかまあそういう気が起きないんじゃないかなとこれは結構大きな問題だなという問題意識があります。そこで街への愛着が育てば将来的な担い手育成につながるのではという考えに至りました。そこで地域資源を再発見する。 街にこんなとこいい,いいとこがあったんだとかそういうこんな人がいたんだということを再発見する街歩きイベントに取り組んでみようと思いましたそういったことが将来的に小学校の社会学習と連携することができたらあの子どもが授業できますとあのお父さんお母さんこういうとこであのいろいろ買ったよとか教えてもらったよっていうことをあの休みの日にあの家族で来ますので、まあ、そうするとにぎわいの創出につながったりとか より家族で町を楽しんだっていう思い出につながるんじゃないかなと思って考えたところです。それで先ほどの質問に至ったんですけれども小学校の生活科2年生で町にこう繰り出したりとか工場に行ったりとかそういう見学の機会があるということなんですけれども私が2年生の時はまだ社会科という名前でして。 私が多分3年生ぐらいの時に生活化が始まったということで結構30年ぐらいの歴史があるということなんですけれども私自身生活科の社会学習が何なのかっていうことをよく知りませんでしたでなんとなくそういうことをしてるっていうのを聞いてたんですけれども、まあ、その経緯と今の動きっていうことを知りたいということであのまあこういった本を出していただいたりじゃあ子どもの目線でどういうところに興味を持つのかなということですとか あの教育旅行であの行くんだったらどういうあの着目点があるのかなとか、まあ、そういうことをあの資料から勉強させていただきましたそれから2番目に地図や写真なんですけれども街歩きに古い地図やあの古い写真を使うということを考えていましたので、まあ、それはあの郷土資料コーナーで聞いてくださいねということで教えてもらいましたそこで発掘をしたのがこの右下の地図なんですけれども あの鳥取市というのは昭和27年1952年に鳥取大火で大きな被害に遭っていましてでその後に復興をした時の新しい鳥取市の市街地図だというものが残っていましてこれを街歩きに活用させていただきました。 それから3番目の「町や暮らしの歴史」がまとめられた本ということであの私自身があのこの春に4月に鳥取に着任してきたばかりであの岡山県の出身なもので町の歴史だったりとか本当にこう分からないことだらけでしたなのであの一から勉強しなくてはいけなくてで、まあ、そういった歴史のことっていうのはこう厚い本では説明が難しいのでビジュアル中心で説明ができるものが欲しいなと。 いうことであの教えてもらったのがこのあたりの資料になりますえ。昭和の暮らしというのはあの鳥取の街中が結構懐かしい昭和を感じるようなお店が残っていたりとか、あの大化後のあの横浜もありますけれども防火帯の建物がずらっと並んでいたりとか、まあそういった街並みに特徴があるということで出していただいたものです。え黒川気象というのはあの駅前の再開発をえ1975年あたり にしたときに黒川さんが設計をしたということで、まあそれを調べたくて、でも図書館になかったので取り寄せてもらったということです。四番目に災害の歴史ということなんですけれども、あのまあ大火復興の歴史があるんですけれども、なかなか一般的には知られていなくて、それをまあ深く調べたいと。 であの私以前大学で女子で勤めていたことがあるんですけれども、まあ、大学を離れるとなかなかサイニーの,あの論文検索で見るっていうことがしづらくて結構あのこれまでも困っていましたでそれを尋ねるとあの図書館ならあの閲覧もあの見えるしその複写もできますよということで教えていただいてあの非常に助かったということがありますそれで成果としてやったものがこの「街の探検」っていう街歩きのイベントです えー、これはあの第2回イノベーションスクール、えー、アット鳥取のプレイベントとして位置づけをしていまして、えー、この次の週にあの古い建物を活用したあの、えー、新規創業をするような、まあ、そういうような合宿のようなイベントがありまして、えー、それにの1週間前にじゃあこれまで町はどういう経緯をたどってきて今若い人たちがどういう動きをしているのかっていうことをあの広く知ってもらいたいなと思って。 この1週間前に当てたものです。テーマは町の変遷とリノベーション町づくりということでした。そこでまず皆さんに見ていただいたのがこの図書館所蔵で発見をした地図の裏側に入っていた絵なんですけれども、鳥取大和図と右下あの下が駅なんですけど、駅からこうもうほ,ぼほとんどの市街がま焼けてしまったと。 まあそういうことで公文書館に残っていたこの写真資料ではまあこういった町だったのがまあこうなってしまったとでその後の復興都市計画をまあ復興だ頑張ろうっていうことでこういった町を作ってきてでその時にできた町並みが結構残っているというのが鳥取の特徴ですそういったものを結構こういった若い方々は知らなくてあの写真とこう見比べながら歩いていったんですけれどもあのかなり新鮮に受け止めていただいて。 であの当時を知っておられる町のカメラ屋さんにそれを見せてお話を聞くというのが非常に新鮮で面白かったということをあの言っていただきましたであの地元の新聞にも取り上げていただいて町の変遷面白いというような感想もいただきました、えー、この町の探検のシリーズはあの毎回テーマを設定して特定の視点時代に焦点を当てて町の個性を浮き彫りにする取り組みです。 この古地図や古写真を使うということが軸としてあります。でこれまで来週が今週末ですか鳥取城跡とその周辺というのをやるんですけれども9月に商店街の街並みとお店ということでもやりました大きな軸として街中の魅力を再発見するということと世代を超えた交流をするということ。 地域の人材発掘と連携促進をしていくこと必ずどこかと連携をするということをやっていますそういったことで将来的に小学校を社会学習のプログラムにしていきたいなと思っているんですがあの最近はあの鳥取大学の,社会,社,会あの社会の先生と話をして卒論のテーマにしてあの来年度あの実際小学校で実際やってみようかという話を検討しているところです でレファレンスサービスで果たした効果なんですけれどもまずはあの私自身が建築学科で勉強したもので教育のことをほとんど知りませんなので資料の探し方というのはその専門分野を離れればこう全く分からなくてそういったところであの速やかにあのいろんな本を出していただけたというのはありがたかったですしあの学びの範囲も広がりましたしあの実際私自身子どもを今幼稚園で育ててはいるんですけれども あの小学校のことはわからないとで小学生の子どもの目線もわからないのではい終了というのが出ましたはい最後にあの図書館の人にあの相談しやすくなったというのがあの非常にありがたかったことでその後にあの図書館の方と連携であの絵本の読み聞かせをやってもらったりですとか私自身が図書館でされている読み面にこうなってくださいということ提案を逆にされて読み面になったりとかいうことがありました。 えー、本当にみんなが図書館をこういうふうにつ使いこなせて,していけば、町の暮らしが豊かになると私は思っていますので、あのぜひあの今後、町の探検の鳥取県立図書館を連携して実施したいと思いますので、会場の鳥取県立図書館の皆さん、これからもよろしくお願いします。どどううううももあありりががととごござざいいままししたた成様 それでは審査委員会の皆様からご質問ございましたらではまず最初、糸川先生からお願いいたします最初の出発点の,あの質問は割とオーソドックスな図書館のレファレンスだと思うんですよ、はい、でもそれがだんだんとこう街のそう街歩きだとか活性化につながっていく道筋がよく分かってあのなかなか面白かったと思うんですが 成清さんはこの鳥取市中心市街地活性化協議会のタウンマネージャーですよね、はい、この協議会の活動について簡単に説明していただいて、はい、それが日頃の活動の中で図書館とこう接点があるのかどうか、つまりこのレファレンスだけが図書館との接点なのか、はい、この協議会の活動そのものが、ね、あの日頃から図書館と何かのつながりを持っているとすれば、そのあたりちょっと補足していただきたいんです、はい、ありが。とうございます 中心市街地活性化協議会というのはあの中心市街地活性化法というのがありましてそういったものに位置づけられて街中の活性化に取り組んでいる組織なんですあの空き店舗の、えー、っと大津の解消ですとか来会社の増加とかそういった指標があの目標になってきますでこれまでの図書館とのおき合いというのはほぼなかったと思いますねあの私自身がそのこの春に着任をして初めて あのこういったつながりができてきたと思います続きましていかがでしょうかご質問ございましたらどうぞ糸川先生と引き続きどうぞじゃ,あ今のじゃあどうしてこういうことを図書館に行ってこの解決を図書館で果たそうというふうに考えられたのか日頃つながりがないとしたらね、はい、普通は図書館思い浮かばないと思うんですよ、はい、なぜですか えっと、私自身、町づくりの取り組みとしてあの岡山県の倉敷市で町歩きのイベントなんかをやってきていましてなんとなくあのしこういう資料は図書館にありそうだなというのはなんとなくはありましてただ鳥取の事情を全く知らなかったものですからあの、まあ、と図書館に相談に行ったということです他いいいかかがでししょうか井先生お願いいたします。 あの、すいません。ええー、と、すごく楽しそうで、私もイベント参加したいな、とか思ったんですけど、あの、えっ、ー、と、これは例えばですね、なんかこう、アプリにしたりとか、なんかこのデジタルコンテンツで、えー、なんかあの、展開をすることで、例えばあの、イベントってどうしてもその時だけの参加者っていうことに限られてしまうと思うんですけども、まあ、デジタル化しておけば、あの、今後の活用性ですごく幅が広がると思うんですが、その辺、どのように考えてらっしゃいますか 質問ありがとうございます実はあの土曜日にあの鳥取県立博物館と連携で街歩きイベントをするんですけれどもといいますのがあの博物館さんの方で鳥取地図ぶらりってていいうアプリをを開発すすでにされていますでそこであの次のアップデートで古写真を見えるようにするっていうお話を聞いていましてで次のあさっての街歩きイベントではその古写真を大学の地域学部の学生に選んでもらって で自分たちでルートを考えてもらってあの歩くというようないうのを企画をしています。すみません、えー、とここちずぶらりっとこ千ズブラリー県立博物館さんの方が作ってらっしゃるということですか。はい、あ、県立図書館さんはなんか関わったりは、はい、今回のでしょう。<laughs> してないんですか。残念。あ、いた。<laughs> すみません。はい ありがとうございます今後来たせいんいそうですねっていうのは博物館さんと結構図書館さんって結構地域であのあのそれぞれ活動してらっしゃることが多くて、はい、横の連携をつなげるすごくこういうあの催しってすごくいいきっかけになると思いますので、はい、ぜひあのつないでいただければなと思います、ね、いやまさにそういうつなぐ役割が私の役割だと思っていますのであの頑張りたいと思います。 ありがとうございました。それでは質疑応答を以上とさせていただきます。えー、以上で中心市街地活性化につながる図書館活用、街中の人、歴史再発見のプレゼンテーションを終了させていただきます。成清様どうもありがとうございました。ありがとうございました。 それではこの後でございますが、審査委員の方から審査を終えてのご感想をお伺いするお時間を設けたいと思っております。壇上の準備が整いますまで、そのまま少々お待ちいただければと存じます。 えー、それでは準備が整ったようでございますので、えー、審査員の伊賀谷様竹内様長俊様それから糸賀委員長壇上へお願いいたしますはい、それでは、えー、お三方のプレゼンテーションが終わったところで、えー、審査員の皆さんに少し 感想といいますかね、ご意見や場合によっては、こういうふうにしたら図書館もっとこのレファレンスが活用されるのではないかというようなご提案ももしもいただければと思います。で、今、私もこの3件について審査をさせていただきました。これ、なかなか難しいですよね。 それぞれぞ3県が特徴のあるレファレンスの事例でこういう点を重視すればこっちもいいしいやいやあの他の観点から見るとこれもあの図書館のレファレンスとしては地方創生につながってるなということできっと3三方もお悩みになったんじゃないかと思うんですけれどもまずは井賀谷さんからいかがでしょうか率直なご感想からどうぞ。はい、あ,あのですねあのすねごく、えーと 今回3件拝見したんですけども皆さんそれぞれやはりあの地方が持ってる課題っていうのをすごくあの積極的に解決されてるなっていうのがあの見て取れましてあのこれ他の地域でも多分ものすごくヒントになるものが大きいんじゃないかなっていうのが率直なところです。はい 地方創生と言いましてもね、先ほど、最初の例、あの、熊本の例は、やっぱり中小企業支援というふうなことでね、画像診断とはいえ、まあ、ごく、冷細なあ、ビジネスとして立ち上げられたところを図書館が支援しようとしたと。まあ、それから、あと、あの、熊本一律の、この、生麩ですか。あこれは文字通り、地場産業といいますかね、地元で作られたもののブランド化ということを図る。それから、最後はあ、そういう、 直接ビジネスとは結びつかないけれども街中の活性化という,ふうなことであの図書館との接点ってそれぞれ違うように思うんですが伊賀谷さんからご覧になって図書館の守備範囲の広さみたいなものはお感じになられましたそうですね。あの なんかこう引き出せば何でも出てくるんだなっていう,なんかいうのは思ったのとあとやっぱちょっと面白かったのがあの複合施設の,あのこうメリットみたいなものも熊本の例では拝見することができましたしそこはあの今後ですねやっぱりあの複合施設化っていうのが図書館結構地域で増えていくと思うのであの参考事例になるんじゃないかなと思いました。 はいありがとうございます熊本市立図書館新都神の場合にはねすぐまあ、隣と言いますかもう同じフロアのすぐ隣接したところにそういう相談の窓口があるとあ施設全体もまあそう言われるようにね少し多機能化してるんでこのあたりも今後の図書館のなり方のヒントになろうかと思いますありがとうございました竹内さんいかがですかあの竹内さんご自身が随分関わられたビジネス支援の例も今日複数出てきたように思いますが。 あプレゼンをお,かあのお聞きになってのご感想からまずどうぞ。ありがとうあの、えーまあ、率直な感想としては、やはりあの書類だけで見ていてはだめだなと、これ、やはり直接プレゼンを聞いてみると、また新たな発見があるなというのがまず最初の,あの感想です。はいまあ、そういうい意味では私ども9件 審査させていただいたんですがやはり本当は9件ここで聞いてみたいなというのがま,あまず最初の感想ですねじゃあ来,来年はちょっと時間を長めにとってじっくりとプレゼンやっていただいた方がいいかもしれませんけどね1件あたりの時間はいいと思うんですね今日のでただ、件数をもっと聞いていろいろな広く見たいなと。 はい、やはりあとビジネス支援がやはり全体9県見てもあの非常に多かったと思いますそういう意味ではあのビジネス支援という側面から言うとあの中にはですね答えをあの答えを教えてくれるようなレファレンスの回答があるんですがあのビジネスの支援というふうに考えると答えではなくて答えを導く資料をですね しかもそのきちっとその出所の明確な資料を複数提示していただくというところが重要だなとでそうではないような案件も中には9件の中には過去あったんですね今回の3件はそういうことはないんですけれどもそういうふうにあのビジネス支援ではぜひ考えていただきたいなと思いました。 はい。あの、実際に我々審査委員会として、えー、審査したのは、まあ、すでに予備審査って言いますかね。一時選考終わった9件について書類上で審査をしたわけなんですね。えー、ですけども多分ね、ビジネス支援に関わってるような方々は、その応募書類の書き方もうまいんですね。ああ、もともとビジネス慣れ,慣れしてるというか、ビジネスプランを立てるのと同じような感じでね。まあ、心当たり、ぜひ来年度以降、 これで応募を考えようとする方々は、どうしても最初の選考は書類でやりますんで、そこでアピールするという力がやっぱり必要だと思いますね。これは今後の図書館が生き残りをかけていく場合でも同じことだと思います。対外的にアピールできるような力というものを備えていなければいけない。まあそれは今回のこのレファレンス対象でもよく示されたことだろうと思います。さて、実際に図書館の現場を預かっていらっしゃる長年さんいかがですか今回は、 実はこれ、図書館のレファレンスの事例募ったんですが、図書館が応募してもいいし、そのレファレンスサービスを受けた利用者の方が応募してもいいということで、実際最終選考のこの3件にも、両方のパターンが残ったわけです。さあ、心当たり、実際に図書館でレファレンスを受けたり、時には利用者の方々にこういうサービスがありますよというふうに PR している、現場の立場からは今日の発表、いかがお聞きになりましたか あの熊本の新都新プラザの方ではあのレファレンスカウンターが専門ないというふうにお伺いしてますけどもまあ,あのいろんな図書館がありましてそういった図書館も多いですし、あのレファレンスカウンターを設けてですね専門的にレファレンスに対応しているっていうところもあると思います。ゴーリはあのレファレンスカウンターはありませんので受けた人間が最後まで回答するという形をやっぱり取っております。 ですので、様々な現場の方からですね、上がってくるデファネスというのは、あの、いろんな守備範囲が広く上がってますが、やはりあの、この対象にご参加いただいたところを見させてもらいますと、やっぱりビジネス支援に関係したところが、地方創生ということで結びついているのが多かったかなと思いますが、 やはりあの、現場ではもっと幅広く町づくりとか、それから、特に郷土資料とかですね、そういった専門的なリファレンスが結構あるかと思いますので、地方創生に、まあ、えー、という守備範囲やビジネス支援ばかりじゃございませんので、他の図書館さんもですね、ぜひ、あの、角度を変えながらですね、応募していただければというふうなのが率直な感想でございます。はい。 あの今回、えー、34件の応募が全国からあったわけなんですけれども、今、長門市館長おっしゃるように、あの必ずしもビジネス支援、絡がらみのものばかりではありません、えー、観光支援もありましたし、あの最後に取っているのに、やはり街歩きだとか、街の中で、まあ、どういうふうなあ歴史的な財産を発見したりとか、 この町に特有の観光資源を発掘するとか、いうような観点からレファレンスに取り組まれている事例、あるいは昔話、紙芝居だとか、こういうふうなもの、その他にも地場産業をうまく使って町おこしとつなげていこうというふうな事例も、あのちょっと、あの、申請、応募された方々の事前の了解全部を取っているわけではありませんので、固有名詞を上げづらいのが大変苦しいところなんですが、具体的に上げると、ああ,あ、そこの図書館かとか、ああそこの事例かとかと、

と色々な団体組織機関がつながっていくわけですよね。まあつながる図書館をお書けになって井上さんからすると、むしろレファレンスサービスがそのいろんな機関と図書館の接着剤のようなボンドのような役割を果たしているように思いますが。そうですね。あのすごくえっ、ー、とレファレンスってあのえっ、ー、と今回の。 その事例を拝見しているとあのただ資料揃えるだけではなくってコミュニケーションがすごく大事なんじゃないかなっていうところを感じましてあのもちろんその図書館と利用者の方っていうのもありますし図書館と他のあの外部の,あのマーキーパーソンになるようなとかあの重要な資料をお持ちの方とかそういった方たちとの,そのつながりでそのつまり地域内でどれだけその 図書館がつながっているかによってそのレファレンス力って問われてくるんだろうなというのをちょっと感じました、うん、あのやはり同じように竹内さんも全国の図書館をご覧になっていてまあ、今回のレファレンスも一応地方創生というのを冠に掲げたわけなんですけれども あの地域の活性化そしていろいろな人たちが相互につながっていくこれがまあ活性化の大事な要件だと思います、まあ、ビジネス支援だけではなくていろんな接点を図書館が持っているということで今回の3県からもっとこう図書館の広がりというものを多分竹内さんあたりもお感じになったと思うんですよね、えー、そのつながる図書館あるいはつなげていく図書館司書の役割、まあ、それがレファレンスという窓口を通じて広がっていくこの辺りの図書館の 可能性についてご意見がありましたらぜひお聞かせください。ありがとうございます。あの、えー、まずそのレファレンスをこういうことを聞いていいということを一般市民の方が理解していないというかわあのまあ、ご理解いただいていないで、えー、多くの 多くの図書館はではレファレンスに一般の人がこういうことを聞きに行ったら的確に答えてくれているかどうかというところもまだ若干疑問もあるこの2つを一緒に解決していかないとなかなか伸びていかつながっていかないんじゃないかなというふうに感じています。 あのそういう意味でレファレンスでこういう問いかけをしてもいいんだっていうのは今回のこういう何て言うんですかねフォーラムを開催しこういう事例を紹介することで多くの方に分かっていただけるだろうと思うんですねこのこの賞を設ける最初のきっかけも冒頭で私申し上げたようにレファレンスサービスの可視化見える化ということを図ろうとそういうことでもっと多くの人たちのニーズを掘り起こして まあ、図書館にぜひ足を運んでいって、レファレンスのカウンターないところもあるという先ほどのお事例もありましたけれども、職員に気軽に声をかけていただく、こういうことが必要だろうと思います。中敏さん、いかがですかそういう意味では、あの、現場の職員のこの力量をアップしていかなければ、今日の3件のようなそのレファレンスに的確に答えていけるっていうね、この職員、司書が全国どこにでもいれば、もっと広がっていくとは思うんですよ。 そこら辺り現場の館長さんとして職員のスキルアップだとか図書館側の,その受け止める体制ですよねそういうサービスをやっているんだということを多くの利用者の方に知っていただくそのあたりの取り組みについてはどのようにご覧になってますかえとまずあの図書館というのはそれぞれ自治体にありますので、えー、自治体の各部署とつながらなくちゃいけないと思うんですねですのでえいろんなあの切り口で利用者の方が 図書館の窓口に来られます、えー、例えば確定申告の仕方はどうするんですかというこういったこともですね全部の,の職員でなければわからないんですけどもただ単にその本を出すんだけじゃなくて、えー、いつどこでどういう形に行けばあそれがサービスが受けられるかというふうなところも含めてですねいろんなところとつながっていかなくちゃいけないとは思ってます。 ただ、あの、なかなか非正規化とかですね、いろんな形で特書館に働く職員の立場というのは違いますので、そこら辺が難しい部分も出てきていると思いますが、そこをやっぱりきちんと館長なりですね、そこにいる市の職員とか自治体の職員が、そこのフォローしてやって、つなげていっていくというのが、基本的なことじゃないかなと思っています。そうすれば、あの、 そのいろんな部署からまた今度はいろんな団体へというふうに広がっていくというふうに思っていますのでまずはやっぱりあのその地域というか自治体が抱えている課題をどういうふうに網羅的に把握していくかというのがそれぞれの図書館の職員の力量になってくるかと思っていますそういう地域の課題をきちんと的確に把握してそれに応えられるような資料構成とサービスの企画を立てていき窓口にいらした方々に 十分充実したような回答が差し上げられる。これによって、レファレンスの認知度も高まっていくんだろうと思います。いわば、今の図書館の状況は負のスパイラルで、こういう優れたことをやってるということが、自治体の関係者に伝わっていない。 そのために必ずしも図書館には専門職を長く置かなくてもいい臨時職員や非常勤でも十分賄えるというふうに思われてしまうんだろうと思いますね。それだけにこういうレファレンスの事例を多くの方々に知らせていく努力というのは図書館関係者やっていかなければいけないんだろうと思います。今日は幸いあの文科省の課長さんや課長補佐もいらしてますんでね、ぜひ国からのそういった意味での図書館活動の支援についてもぜひお願いしたいと思います。じゃあ最後にそれぞれお三方に一言ずつですね、 まあ会場にはあのそういう図書館に実際にお勤めでレファレンスに取り組まれている方多いと思いますので今後公立図書館におけるレファレンスサービスの充実に向けて一言こんなふうにしたらいいんじゃないかとか激励の言葉も含めまして一言ずついいいたただきたいと思いますあの先生方がおっしゃっているようにあのレファレンスがあまり,やっぱり一般の方に知られていないというのはすごく。 まずそこをクリアしていきたい、いって、いっていただきたいなとは思っています。あの、もちろんですね、あの、私も、あの、普段メディアで働いておりますので、あの、積極的に発信はしていきたいんですけども、あの、ぜひですね、図書館の発信力というものをもっと高めていただいて、で、あの、レファレンスサービスありますよとか、まあ、なんだったらあの、レファレンスという言葉自体をちょっともうちょっと柔らかい言ともに、よく井戸賀先生がの、派てなマーク、あの、推奨されてらっしゃいますけどもあ、本当にあれでいいと思うんですよね。あの、あの、あの、ユーザー その利用者の方の立場に立って、あのそういったことを取り組んでいっていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。竹内さんどうぞ。<laughs> 私の方からは、あの一つはあの自治体の産業振興担当者と図書館との連携ということにあのいろいろ取り組んでいます。 えちょうど今月まだこれから出るんですけど産業立地というえ日本立地センターさんがあの出している機関紙にえちょうど産業振興担当者それはあの各自治体あ実はこれね調べたら図書館にはね公立図書館にはどこにも入っていなかったという <laughs> まああの皆さんに読んでくださいと言っても読んでいただけないんですがそれにあの書きましてえ産業しあの主にあの企業誘致担当者向けの あの雑誌です。ですから逆に言うと皆さんの自治体にはほとんど企業誘致の担当者はいるのでそういう方は読んでるんですね。でそういうものをそ,その中に産業振興担当者に向けてぜひ図書館と連携しましょうというのをあの6 0字ぐらいの文章で今書きましたのでぜひ皆さんも読んでいただければと思います。あともう一つはこの今日配らせていただいたビジネスライブラリアン講習会の案内。あの えとぜひあのビジネス支援、非常にあのレファレンス多いので、こういう形でお勉強、勉強していただければというお願いですわかりました、はい、その講習会出れば、今日出てきたような、ああいうビジネスレファレンスが来ても、なんだおじけることなく、おじけづくことなく、答えられるということですね。少しははいい、はい、はい、長年さんかかがでしょうか あの、私の方からは、やっぱり、あの、学校のですね、まあ、皆さんご存知だと思いますが小学校2年生で学校図書館を使おうという、学校図書館に人がいますということが、教科書に出てまいります。で、3年生になりますと、えー、公共図書館が取り上げられて、まあ、皆さん方の自治体とかの、にも、あの、図書館に、えー、見学に来られる方が、小学生がいると思いますし、 え、きちっとですね、小学校3年生の中では、課題解決学習について調べるということ、本を使って調べるということが、きちっと書かれてますし、公共図書館には師匠がいますよ、そこには、え、いろんなことを尋ねてもいいんですよ、という言葉が教科書の中に出てきているんですね。ですから、先生方がまず、あの、使うという、図書館を使っていろんな調べ物をするということが、まあ、不慣れな先生方が大変多いということもありますので、それぞれ自治体の、まあ、学校、 学校との連携、まあ、おごりは、そういったことを、積極的やっておりますけれども、小さい時から図書館を使って、まあ、未来の図書館の利用者を増やすという、リファレンスというのは、何も特別なことじゃなくて、自分たちの生活の上では密着したものだというようなことを、え、小さい時から、自分の身につけていただくような、そういった、あの、まあ、要は事業とかですね、先生方の意識改革、まずそういったものも、 必要じゃないかなと。それが図書館につながっていくかなというふうに思っています。はい。今の話を伺っていると、来年は、プレゼンテーションの時間を長くするだけではなくて、公共図書館版と学校図書館版のレファレンス対象をやる必要も出てくるのかもしれません。えー、ぜひ、そういう方向で発展させていきたいというふうに思います。ちょっとお,さお立ち上がりください、えー。時間が限られた中で、しかもまだ審査結果が出ない段階での公表ということで、<laughs> 大変難しいございましたあ。的確にごコメントいただいた3人の方にどうぞ拍手をお願いいたします。失礼しました。<laughs> どうも皆様ありがとうございました。この後、表彰式に移らせていただきたいと存じます。表彰式の準備がございますので、皆様しばらくそのままお待ちくださいませ。 それでは大変お待たせいたしました。壇上の準備が整いましたので、表彰式に移らせていただきます。本日、プレゼンテーションを行っていただきました皆様におかれましては、一旦壇上へお願いいたします。どうぞ、お三名様、壇上へお願いいたします。 また、文部科学大臣賞の授与を行っていただきます、文部科学省障害学習政策局、社会教育課長の谷合俊一様も、壇上へお願いいたします。 それでは、文部科学大臣賞を発表させていただきます。文部科学大臣賞は、テーマ名、中心市街地活性化につながる図書館活用、街中の人、歴史、再発見です。受賞されました、成清様、どうぞ前へお願いいたします。 症女、成清と殿、あなたの実践事例、中心市街地活性化につながる図書館活用、町中の人・歴史再発見は、地方創生レファレンス大賞において優秀であると認められました。ここにこれを称します。平成27年11月11日、文部科学大臣、長谷宏。 おめでとうございます。ます成清様、ま、文部科学大臣賞の受賞、誠におめでとうございました。 え次に地方創生レファレンス対象審査委員会特別賞の発表でございます。地方創生レファレンス対象審査委員会特別賞の授与を行っていただく審査委員長の大串夏み様、お願いいたします。それでは発表させていただきます。地方創生レファレンス対象審査委員会特別賞は、テーマ名、 熊本新都心プラザ図書館、あ、失礼いたしました。<laughs> 創業300年の老舗を日後野菜でブランド化でございます。受賞されました熊本新都心プラザ図書館副館長川瀬祐子様、どうぞ前へお願いいたします。 少女熊本新都心プラザ図書館殿あなたの実践事例創業300年の老舗を肥後野菜でブランド化は地方創生レファレンス大賞において優秀であると認められましたここにこれを称します平成27年11月11日地方創生レファレンス大賞審査委員長大串夏。 おめでとうございます。川瀬様地方創生レファレンス大賞審査委員会特別賞の受賞誠におめでとうございました。小越内審査委員長もどうもありがとうございました。続いて。 公益財団法人図書館振興財団賞の与を行います。公益財団法人図書館振興財団常務理事の木下勝義様壇上へお願いいたします。公益財団法人図書館振興財団賞は、テーマ名 遠隔画像診断事業立ち上げ時の課題解決でございます受賞されました株式会社ワイズリーディング代表取締役中山義治様どうぞ前へお願いいたしますありがとうたの実践事た 遠隔画像診断事業立ち上げ時の課題解決は、地方創生バラ対象において優秀であると認められましたことに、これを称します、平成27年11月11日、公益財団法人図書館振興財団理事長、石井明、おめでとうございます。 中山様、公益財団法人図書館振興財団賞の受賞、誠におめでとうございました。木下様もどうもありがとうございました。 それではここで受賞者を代表して文部科学大臣賞を受賞されました成清様にご挨拶を頂戴したいと存じます成清様どうぞよろしくお願いいたします非常にあの大変な賞をいただきましてあのどうもありがとうございますほか、えー、の,の2つの事例に対してあの私が取り組んできました事例というのはまさにまだスタート地点に立ったばかりで あのお前もっと頑張れよとまあ、そういうエールを送っていただいたのかなと受け止めています、えー、本当に私はあのまちづくりの取り組みを仕事として鳥取市中心市街地でやっていく中で、えー、武器として鳥取県立図書館を活用させていただいていますしあのもっと、えー、この本当に地域資源 私が本当に歴史的なものも地域資源ですし商店街の、えー、おられる方も地域資源だと思っていますしあのまだまだ十分に活用されていない図書館というのも地域資源だと思っています、えー、いつもあの図書館に行くとあの笑顔で図書館の方が迎えてくれるというのはあの非常にこうあったかいというか。 あの嬉ししいあの場所ですしなかなかななそういういい場所もないのかなと思っていますでそしてその背後には非常にこう大きな知的財産があるというのは多分図書館だけで、えー、これからあの、まあ、今でも非常に鳥取県立図書館はいい図書館だなと感じているところなんですけれどもあの町の中で図書館がもっともっとあの町の中で活躍をしていっていただけるように 私も一緒に連携をした取り組みを今後させていただければなと思っています先ほどのお話の中で2年生から図書館のことを教えてもらえるという話もありましたのでぜひその辺を掘り下げて町の探検として一緒に取り組ませていただければなと思っていますのでよろしくお願いします。どううもありがとうございました。 成清様どうもありがとうございました。他の三名様皆様どうぞ前一歩あのお進みください。それでは皆様、い、えー、一度あの本日受賞されました皆様に大きな拍手をお願いいたします。<laughs> どうもありがとうございました。それでは受賞者の皆様はお席へお戻りください。 続いて審査公表に移らせていただきたいと存じますが、壇上の準備が整いますので、そのまま少々お待ちいただければと存じます。それでは審査委員長および準備委員会委員長による審査公表をお願いしたいと存じます。 大串審査委員長糸川委員長恐れ入りますがご登壇をお願いいたします何度も失礼いたします、えー、大串委員長とあの準備委員会の委員長を進めております糸川でございます えー、あの椅子を用意しました、あの立ったままですとほとんど漫才のようになってしまいますので <laughs>、えー、椅子に座らせていただきますが、手短に終わらせたいと思います、えー、大串審査委員長いかがでしたあ、いかがでしょうか、えー、今もこの市街地、中心市街地活性化につながる図書館活用が文部科学大臣賞ということで選ばれました。えー、審査委員長として どういうううういいあたたりが評価されたというふうにお考えでしょうかえと今日はねあのこういうこともあるだろうと思ってこれだけいろいろ資料を調べたりいろいろこれ持ってきてですねそれを3分間でしゃべるというこうとなのでただあの総括的に申し上げますとあの今回ねあの、えー、と鳥取県立を活用されたまち、えー、づくりということであの受賞されたっていうのは大変私もあの個人的に鳥取県立の図書館構想の最初の委員会の 座長を務めましたんでそれでやっぱりそこであの今そのちょっと総括的なことをね全体のことを申し上げますとやっぱり一つはあの地の資源をいかにねあの地域で活用していくのかとで鳥取県の場合は知的な立県ということでえ片山知事の時に図書館をよくしようということでえ進められたということがですねやっぱりあの図書館のえとレファレンスサービスの充実に非常につながったと思うんですね。 そういった意味で今回あの受賞されたとのはとてもあの素晴らしいよかったなというふうに思うんですけれどもただもう少し広げますと一つはその図書館のサービスのですねこれからの取り組みという点でねどうなんだそれからもうあと一つは個々の相談事例の中で特にあの先ほども出ましたけども中小企業に対するあるいは地域の人々の個々人の方々が何かやりたいという時に対して図書館どうなんだ。 それから4つ目にあのこれは糸川さんもえっと先ほど、えー、触れられましたけどもやっぱり図書館員の役割ですよねやっぱりこの点はですねやっぱりこの4点を少しですねきちっと考えていく必要があるそれで2番目の図書館のサービスの取り組みという点ではこれからあの取り組まれることだと思うんですねとど,どうしてかというとあの、えー、国立国会図書館のレファレンス共同データベースを エファニアンスの調査のマニュアルっていうのをデータベースありますよねここであのいろいろ検索をかけてみたんですけどもあの非常に少ないまち、えー、づくりは1件しかないでこれもね大学が作ったものなんですねそれから企業っていうのはあの4件ありますけども、まあ、これはあのやっぱり大学が作ったものもございます。 それから特産品だとか地場産業だとか団地創生だとかそういう検索をかけると1件ずつありますそれでかろうじてあの町おこしっていうのでですねひらがな系と漢字系両方をかけますと7件出てくるんですけども、まあ、いずれにしろあの図書館側の取り組みこれからだなとでやっぱり積極的な取り組みを始めるには体制を整える必要があるですからそういった意味でですね 取り組みをね進めていくということで図書館員の関心も高まるというこういうことがそれからやっぱりあの図書館員の最後のところですけども図書館員の役割ですけども本当に今回ですね示されたようにやっぱり図書館が地域のいろんな課題を知るそれからそれだけじゃなくて図書館の中にいるということじゃなくて地域の人々とあるいは組織との連携を図る。 えと図書館員が行動するというところもですねこれから視野に入れなくてはいけないというこういうことがあってです、ね、今回はあの、えー、3つの事例を見ますとそれぞれあの特にあ,のあと2つはですね地地域域のの、えー、とそれから地域でで、えー、医療関係ですねあのこれレファレンス共同データベースを見ますとですねこの最後の、えーとまあ、最初にご発,言されあのご発表いただいた えー、このテーマについては6件ばかりありまして各地域でもねそれぞれあのやっぱり、えー、といろいろと関心をお持ちの方があってそれでこれがあの今回ですね、えー、とこういう形でご発表いただいてそれであの、えー、と図書館員の方々にもですねこういったテーマがあるんだよこういう取り組みがあるんだよっていうことを知っていただいたっていうことはすごくあのプラスに作用すると私は思いましてとてもよかったなというふうに思います。 はいありがとうございます、今、全体を総括していただきましたあの、私も先ほど申し上げたように、この3件の中に優劣をつけるのは、これはなかなか難しい仕事でしたね、あのそれぞれにやっぱり地域や地方創生と関わるいい、優れた自衛だったというふうに思います、ただ、多分ですね、あのまあ、文部科学大臣賞を受賞されたこの鳥取の中心市街地の例は、 あの比較的我々の日常生活に近いところの事例だったようには思うんですね。あのレファレンスっていうのはややもすると。 あの私自身が受けた教育でもこの図塚が寄せるような質問に答えるというのが多かったんですけども、まあ、今回の,あの3件の事例はいずれもどちらかというと非日常生活と図書館のレファレンスとのつながりがよく見えたという意味ではこういうレファレンス対象の試みというのは私は成功したんじゃないかなというふうには考えますね。うん であのこういう日頃の生活の中でのふとした疑問だとかこれはどうやって解決していったらいいのかといった時の最初の相談窓口に図書館が思い浮かぶような人を増やしたい。 これが私自身のこの図書館におけるレファレンスの浸透を考えたとき普及を考えたときの具体的なイメージですそういう意味では今回の3件の事例はいずれもそういう窓口に図書館がなっていく可能性を示していただいたという意味では大変良かったというふうに思いますさてこういうふうにいろいろとこう優劣をつけがたいような優れた実践が出てきたわけなんですが 大串委員長といたしましたらどうですかね、これはやっぱり来年度以降も、少し思考をもう少し拡張してっていうんですかね、広げて、継続していった方がいいかどうか、そのあたり、やっぱり僕はね、5年ぐらい続けてほしいと思うんですよ。5年でで終わりですかいやいや、だからそれはあの 1> 第1期としてですねで、やっぱりこういった試みというのはです、ね、今までほとんどなかった、それからもうあと1つはです、ね、レファレンスっていうその、まあ、言葉はそれ自体あれかもしれませんけれども、 とにかくあの住民の方々にですね、えー、ああそういうこと聞いていいんだっていうことがなかなかあのご理解いただける私田舎が佐賀なんですけどもねあの両親の田舎佐賀なんですけども佐賀のいとこをたくさんいるんですけどもあそういうことだったら図書館に電話すればいいよとかですねそういうことだったらその図書館に聞けばっていうなかなかその後で聞いてみると誰も聞かないですよね。あのやっぱり敷居が高い,ってい。ただ あの今井の図書館の例なんですけども私の,あの母方の町に住んでらっしゃるある方がですねあの風力発電を開発したいということでお考えになられてそれで、まあ、あの私の町の図書館に行ったら。 小さなな図書館で何もない確かに私の図書館町の図書館は私が見てもちょっと問題だなっていう図書館なんですけどもただ近くの伊万里に大きな図書館があるということでそこの伊万里に行っていろいろと図書館に相談をしてですねそれで特許を取られたわけですねそれで風力発電っていうのは自家用風力発電っていうのはですねほとんど注目されなかったんですけども東日本の大震災の後非常に注目されるようになって今大忙しいっていうお話をお伺いするんですけども。 あの、それはやっぱりですね、図書館側がやっぱりそういうふうに、この、今への図書館がね。あの、いい、あの、相談窓口になったと。で、こういった事例はいくつも、あの、今度、あの。えっ、ー、と、今回の発表の一番、最初の方の、最後に、あの、鳥取側の。絵まで書いてですね、漫画にして。あれ、学生に見せるとね、なかなか、あの、いいんですよ。おお、っていうぐらいね。だから、やはり、こういったことはね、みんなに知っていただく。 だからあのメディアでなんかどん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 取り上げていただいてそれでそれはやっぱり1年2年の話じゃなくてやっぱり5年とか10年というスパンスでスパンで考えていただいてそれで皆さんでですねあのやっぱりこう浸透させるだけじゃなくて図書館にも勉強してそれからあのえと事例ももっと豊富になってそれであの盛り上げていただくということがですねこれからの図書館の発展につながると思いますね。 はい、ぜひ続けていただきたい,います大串審査委員長からもぜひ続けるようにというお言葉がございました、えー、私ども準備委員会でも来年度からはですね少しこう部門を増やすといいますかね今回は事例が中心でございましたそのほかにやはりこういうふうな取り組みイベントだとかあるいはこういうふうなフォーラムを図書館として地方創生につながるように、えー、企画していくでレファレンスの充実を図るというような少し長期にわたるような 企画についてもこれを促すような。 奨励のののの意味でで何らか賞をを差し上げたりそのたりりそめの資金援助ができるととといいいなということを考えております、えー、来年度以降もぜひ継続させ,させていきたいと考えておりまして年明けの3月ぐらいにはあ来年度のその応募要項といいますかこのレファレンス対象、まあ、名称も含めましてどういう方向でこの委員会が考えていくのかについて皆さんにお知らせしようという計画を立てておりますぜひそれが公表された際には 今回ののののようにに多多くく方方々多くの図書館の方に応募していいいたただきたいと思います今回も大変日本の各地から応募がございましてたまたま今日プレゼンをされた3県はどちらかというと西日本それも九州の中心部にやや固まってましたけれどももっと多くの方々がこのプレゼンテーションの場に集っていただきまして聞いてらっしゃる皆さんの方からもなるほどこういう事例があるのかうちも頑張ろうというような こう元気が出てくるようなレファレンス対象を継続していきたいというふうに思います、えー、今回は予備委員会ということ準備委員会ということでややあの行き,行き届かないところもございましたけれども皆さんもこのレファレンス対象の趣旨に賛同していただきまして是非今後も温かい目で見守っていただきたいというふうに思いますそのお願いをいたしまして私どもの公表を終わらせていただきますどうもありがとうございましたどうもありがとうございました 以上をもちまして、地方創生レファレンス対象最終審査受賞発表を終了させていただきます。本日はご参加いただきまして、誠にありがとうございました。